え、お母さん、それ本当？ええ、本当よ。その運転手さんがさっきそれを持ってきてくれたの。このお菓子の詰め合わせを。じゃあ、ドクロちゃんは？トラックに轢かれそうになったあの子犬を。危ない！身を挺して助けたの？頭の上に輪っかがある可愛い女の子なんてうちにしかいないでしょ。ドクロちゃんもなかなかいいところあるのね。そんな、じゃあ僕はそんなドクロちゃんにあんなひどいことを。大変だ。ねえお母さん、このお菓子ドクロちゃんに持ってってもいい？ええ、もちろん。ドクロちゃん、おやつ持ってきたよ。一緒に食べよ。だから押し入れから出てきて。ねえドクロちゃん、ごめんね。僕知らなかったんだ、ドクロちゃんが本当はあの子犬をトラックから助けたってことを。ねえここ開けてよ。ドクロちゃんはあの子犬を救ったのに、それも信じてもらえないまま離れ離れにされてしまったのです。相当ショックを受けたに違いありません。だから押し入れなんかに籠城してしまったのです。ここは僕が何とかしなければ。あ、そうだ。ねえ聞いて、ドクロちゃん。ねえ、いいこと考えついちゃった、ドクロちゃん。あのね、じゃあ僕が子犬になってあげるよ、ドクロちゃんの子犬に。ねえ、だから機嫌直そう。ああ、ドクロちゃんよかった。ドクロちゃんこういうのも好きだもんね、犬奴隷とか。ねえ見て見て、ほーら僕は子犬ですよ。あ、耳とかつけた方がいいかな。まあいいや。それより早く一緒にお風呂とかに入ったりしようよ、ドクロちゃん。やったー、もうこれで寂しく。あれ、何、なんで押し入れからエスカリボルグだけ突き出て。うわー、うわー、うわー、